それでは本日特別会になっておりまして、私が今ねすごく最近になってね仲良くさせていただいてたくさん学ばさせていただいているイレブンさんとの対談をですね、焼肉マフィアでやりまして、その対談の内容の前編をこちらの方で流したいと思います。後半はねイレブンさんの方の放送で聞けますので、ぜひぜひ前編後編、両方聞いて、そこからね自分のビジネスに取り込めること必ずあると思いますので、活用していただけたらと思います。それではいってらっしゃい。今日はですね、特別版になってますけど、最近超仲良くなった、イレブンさんと、焼肉マフィアで対談でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、いいね。いや、今日イレブン塾のオフ会ってことでいいんですよね。そうです、プレミアムオフ会です。プレミアムオフ会、これどれぐらいに1回やってるんですか？プレミアムオフ会は初めてです。あ、ちょっと待って。通常オフ会とプレミアムオフ会があるってこと？もう今日はカモさんいらっしゃるんで。あ、そういう意味で、はい、そういう意味で、はい。じゃあ普通のオフ会はどれぐらいのペース？普通のオフ会はですね、今まで東京で3回ですね。で、あと名古屋で1回、大阪で2回、福岡、仙台なんで7回か8回ぐらいですね。あ、じゃあ別に毎月やりますみたいな感じではないで、はい、なんか盛り上がっちゃったらそこでやるみたいな。そうです。ああ、そうです。それ緩いっすね。緩いっすね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。こちらこそです。あ、そうかそうか。この放送聞いてくれてる人ってイレブンさんのこと知らない方もいらっしゃる可能性があるので、はい、超簡単自己紹介ってできます？超簡単自己紹介です。一番苦手なところなんです。最高ですね、はい、だってボイシーパーソナリティやってるわけじゃないですか。はい、そうですね。ありがとうございます。苦手とか言わないと。ありがとうございます。はい、ツイッターですとかボイシーを中心に40代から手に入れる最高の生き方、そのための3つの余裕、時間、お金、心ですね。3つの余裕を手に入れるためのコツを発信しております。イレブンです。完璧でございます。せーの、いいね。っていうか、いつもボイシーで聞いてる声が隣で鳴ってありますね。こちらこそすぎて最高ですね。最高ですね。でももともとちょっと前まで社会人というか会社員か。はい、6月まで。6月。ちょっと待って、今年の6月？そうです。あ、そうかそうか。じゃあ実質的には会社を辞めて本当の独立してからはまだ半年経ってないってこと？経ってないです。でこんな売れてんの？やば。いやいやいや、はい、めちゃくちゃ売れてますよね。サラリーマン時代からそうですね、ツイッターを始めましたので。そうか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 、はい、いや、なんか独立の仕方っていくつか種類あると思ってるんですけど、はい、僕なんかはマクドナルドで25年働いて、はい、なんか俺世界変えられるかもバーンみたいな感じで辞めちゃって。なるほど。辞めた直後に一銭も稼げなくて死にそうになるっていう、はい、そういう経験した口なんですけど、はい、イレブンさんのやつでこう一回重ねてるじゃないですか。そうですね。それめちゃくちゃなんか現実的で、はい、逆に言うとなんか今会社とかで働いてて、ちょっとこの先このままこの会社でずっと生きていくのってどうだろうって迷ってる人にとっては、はい、すごくこう再現性のある、そうですね、はい、独立の仕方してますよね。はい、それめっちゃいいなと思って、はい、ただこれちょっと裏がありまして、はい、聞きたいですね。その独立はもともとしたかったんですけど、はいはい、その前に株式投資にですね、はい、結構安易に手を出しまして。安易に手を出したんですね。で貯金を全部ですね、そう出させてしまいまして。最高っすね。はい。なので妻がですね、もうそのお金なくなっちゃったん で独立許してくれなかったんですよ。あ、一回止められてんだ。はい、だからもうこの人好き勝手にやらせたらもう全部溶かしてしまうと。はい、もう全部凍結させるんですよ。それでそっからもう一回頑張って会社員で頑張って働いてからってこと？そうです。あ、なので7、800万円ぐらい溶かしちゃったので、とりあえずそれを全部戻してさらにちゃんと稼げるっていう。子供がまだ3人いるんですけど、はいはい、小中高でまだちっちゃいので、はい、なんで万全にしないと許してもらえなかった。あ、なるほどね。そういう事情。でもそういう事情がある方の方が多いでしょ、世の中。そうですね。そうですよね、はい、あれ今おいくつって言いましたっけ？今45歳です。ああ、なるほどなるほど。だから今のところ行政が出してる独立とか、はい、する年齢の独立企業の平均年齢って日本は43歳っていうデータがあって、そういう意味では40代、よく言うじゃないですか、40で不惑っていうじゃないですか。そうですね。あれ不惑っていうのは迷わなくなるっていう意味じゃなくて、40代一番迷うらしいんですよ。なるほど。だから不惑っていうらしいんですけど、まさにそうだなと思って、40ぐらいになると会社員の場合大体見えちゃうじゃないですか。そうですね、先が。そうですよね。まあその時にもちろんその会社でこう最後までね、やり遂げるっていう道ももちろん選べる。だろうし、でも転職も選べるし、独立企業も選べるじゃないですか。その時にどうやって独立していけば最も、例えば奥様も安心な状態でいい感じで独立できるかっていうのは、結構イレブンさんのはなんかたくさんの人に夢と希望を与えられる再現性の高いノウハウだなと思ったので、ありがとうございます。でもその時一回お金溶かしたっていうアホなことやったわけじゃないですか。やりました、アホでした。その後どうやって復活させようと思って、このツイッターというものにたどり着くのか知りたいです。あ、そうですね。そこは本当にシンプルなんですけど、お金がなくなっちゃったので、元手がいるものって何もできなくなっちゃったんですね。なるほど。そういった中でたまたま本屋さんに行ったら、アフィリエイトブログの本がですね、新刊コーナーに置いてあったんですよ。でそれを読んだら、ブログはお金かからないって書いてあったので、でブログを始めたんですよ。で当時その活躍されてるブロガーさんたちは皆さんツイッターをされてたので、まあ、ブログやるんだったらツイッターやらなきゃいけないんだなってことでツイッターを始めました。じゃあ結構あれですね、いろんな選択肢を比べたっていうよりも、その時にすでに成功してる人のまんまやったってことですか？まんまです。そうですね。でも結構素直な人の方がうまくいってますよね。もう間違いないと思います。そうですよね。売れてもないくせにオリジナリティ追求するアホな人って結構いるじゃないですか。アホな人ですね。そうですね。オリジナルって売れちゃった人が他の人から見たらオリジナリティあふれるって言ってるだけで、実は成功する前ってみんな大体の超天才、一部の天才たまにいるじゃないですか。オリエモンみたいなちょっと人類とは言えないような人いるじゃないですか。ああいう人を除くと、ほとんどの人は誰かの成功者の真似をしてやっと離陸して、そっからだんだん個性が出て認知されてか、オリジナルって呼ばれるようになってるだけなんですね。そうですよね。あ、でもそうか。僕いろんなこう SNS ってあるじゃないですか。Twitter、それこそ Facebook、Instagram、YouTube、TikTok とかあるじゃないですか。その中で Twitter を選んでよかったなっていうポイントってどこがあるんですか？ですね、やっぱりその短い文章で発信ができるので、ハードルが低いですし、それはハードルが低いっていうのはちょっとダウトすいません。短い文章で発信して影響力発揮する方がむずない？これロングトークの方が楽なんだけど。絶対来ると思うんですよ。すっごい上から言われたないそっちの方が技術いるじゃん。すいません。そうではなくてですね、やっぱり物事って何でもそうなんですけど、繰り返しやっていかないと上手にならないんじゃないですか。その続けるっていうのはもう大前提としてあると思うんですね。でその続けるのにハードルが低かった、短いので、なるほど、そのクオリティが低くても一応作れちゃうじゃないですか。時間もそんなにいりませんし、そういうところで続いたのが良かったかなと思います。僕イレブンさんの本も読んで、ボイシーも聞くようになって、なんかイレブンさんのこう発信してる情報って生活に役立つ具体的な話ばっかりじゃないですか。そうですね。そんな中ですね、一本の軸みたいなのがあるなと思ってて、その軸って慣れろなんですよね。慣れろ。めちゃくちゃ慣れるとできなかったことができるようになるよっていう、その慣れるとできるっていう希望をずっと言ってません？言ってますね。言ってますよね。なんか一部の才能のある人だけが売れるとか、ビジネスで成功するっていうのじゃなくて、誰だってできないことをできるように変えられる、そのためには才能じゃない、慣れなんだっていうふうに一貫して言ってるじゃないですか。そうですね。それすごいなんか特別な才能を持ってない我々凡人どもにすごい希望を与えてくれるような気がするんですよね。そうですね。何より自分自身が本当に2年3年前っていうのは何の取りもなかったんですけど、でもちょっとそういう株のこととかがあって、たまたまやらないといけない状況になって、続けたら上手になったんで、まあ、自分ができたんだったら皆さんもできると思うんですね。めちゃくちゃいいな、はい、って考えた時に、はい、その慣れていくっていうことができるに変わるっていうことを伝えて はい、いるじゃないですか、はい、って考えた時にそのツイッターでもフェイスブックでも、はい、インスタグラムでも YouTube でも TikTok でも、うん、最初は苦手意識があってもちゃんとできるようになるよっていうことを言ってるってことですよね。そうですそうです。なるほどね、はい、でも続けるのはやっぱり難しくて、はい、その続けないといけない理由とかがないと人ってやっぱりダメじゃないですか。確かに、はい、で自分はラッキーなことにそれが出てきたんで続いたんですけど、やっぱ金がなくなるっていいですよね。いいですね。でも本当に成功されてる人って一回金なくなってる。なくなってる。大体なくなってる。大体全てを失ってしまった時からが始まってる。いや本当そうだと思います。そうだよね。なので本気になるっていうタイミングだと思うんですよね。はいはいはい。それはだから本気になれればもう誰でもできると思うんですよ。なるほど。はい、それをなんか伝えたくてずっと言っていますね。確かに。僕の話ですけど、僕12年独立して12年経ってるんですけど、まあ、僕のことをずっとこうキャッシュを見守ってくれてる顧問税理士の川野さんっていう人がいるんですけど、普通はビジネスをやっていてどっかでドカンと当たって成功すると、はい、燃え尽きる人が多いと経営者、はいはい、でも川野さんって燃え尽きないですよねっていうことがあるんですよ、はい、その理由言っていいですか、はい、毎年キャッシュが危ないんですよ僕なるほど。いやむちゃくちゃ僕稼ぐんですけど、はい、むちゃくちゃ投資するんで、はい、まあ投資って不動産投資とか1ミリもやらないんですけど、はい、事業投資、はい、例えば今ねこの焼肉マフィアいるじゃないですか、はい、皆さんどうですか、こう店いいお店でしょ、はい、9000万ですそうなんですよ。飲食店って最初にすごいお金かかるじゃないですか、はい、でも回収するのでちょび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 だからものすごい長い年月かかるので、その間キャッシュ全然足んなくなるんですよ、はい、でコロナになってからの2年間で僕新規事業30個立ち上げたんですね、はい、で新規事業って最初ほら慣れてないから、はい、慣れてないです。そう新規事業って慣れてないやつ30個やるじゃないですか、はい、全部うまくいかないわけですよ、はい、まあほとんどがね、はい、だからね地獄ですよだから僕は言いたいのでね、新しく始めるのは素晴らしいし新しい挑戦どんどんやってほしいが、はい、同時に30個はやめた方がいいこれは言いたいせーのいいねいいねじゃねえわいやでもそうそう、はい、イレブン塾の私、はい、新入社員でございます新入生、はい、14期生私14期生でございますよ、はい、14期生もなんかめちゃくちゃ多くないですか。220名220名で220人入ったの、はい、やばいです。そんなことあります？サブスクでもうやばいですね、はい、スペース来てました。いや最高っすね、はい、本当に。いやでも先に借りができたの僕の方で、最初にコミュニケーション大全の発信してくれたじゃないですか、はいはい、やっぱねまあ、僕もいろんな人と癒着しながら生きてるわけですよね、これ焼肉マフィアだったらホリエモンと癒着してなかったらできないですからね、はい、いやこの後皆さんあれですよ、世界のトップレベルのセレブしか普段口にしない尾崎牛っていうお肉があるんですよ。これ日本以外でいうと客単価日本円で4万円以上のお店でしか扱ってないようなお肉なんですよ、うん、でこういうお肉ってお金を払えば仕入れられるわけじゃないんですよ、うん、これちゃんとその牛を育ててる人と人間関係作らないとなんか取引できないんですね。でそれをホリエモンは持って、まあ、はい、浜田さんという人なんですけど持って、はい、そこと僕が癒着したから提供できるようになってるいやだから僕ね癒着めちゃ大事だなと思って、はい、いや癒着をなんかそういうのってとか言って批判する人って、はい、自分の力を過信してる人だと思ってるんですよ。なるほど、はい、自分一人で成し遂げられることなんて、ね、本当にちょっとしかないなと思ってて、癒着によってじゃあ分かった、コラボって言おうコラボって言おう、癒着が嫌いなそういよいよ変えようコラボしていくことによって初めて掛け算みたいなものが生まれて、はいはい、一人だったら成し遂げられないことや一人だったら時間がかかることが短縮されて世の中を変える力になると思ってるので、はい、でそういう意味では、はい、イレブンさんと鴨頭義人のコラボ最高だと思わない？ありがとうございます。せーの、いいね。完全に拍手を求めたな。いやいや、だから最初にやっぱり僕の本を紹介してくれたりとか、僕もねイレブンさんの本読ませてもらって、なんかこう、はい、すごくこれから独立起業する人にこのイレブンさんの情報を届けたら多分ハッピーになる人はもう明らかに増えるだろうなと思ったんで、あ、これはコラボやった方がいいなと思ってこの付き合いが始まって、そして今日があるってことですよね。本当にありがとうございます。いや、もうこちらこそありがとうございます。本当のコミュニケーション大全は読ませていただいてめちゃめちゃ感銘を受けたんですよ。いや、もう嬉しい。これ本当大変失礼な言い方になるんですけど、その先ほど申し上げたように、まあ、やっぱりどんな人でもできるっていうコツをずっと発信してきてるんですけど、その答えが全部書いてあって、いや、もう何それ、いや、うまいな、うまいな、なんかもうなんで、もう本当塾生全員に配りたいぐらい。もう何嬉しい。たくさん配ります。いや、はい、ここまでが前編になっておりまして、この後は後編として、イレブンさんのボイシーの方で聞くことができます。イレブンさんのボイシーも僕毎日聞いてるんですけど、なんかね、声がいいんですよ。落ち着くんですよ。なんかこう、耳学って私たち呼んだりしますけど、耳から学ぶときには、やっぱりね、ちょっと声がキンキンしすぎていたりとか、喋ってる人が本当にこう心がざわざわしてると、それがね入ってきちゃうんですけど、イレブンさんの放送はすごくですね聞き心地がいいので、しかもね具体的に生活に役立つ内容を発信しているので、すごくいい放送です。まあ、今回はね、僕との対談の後編になっておりますので、それを聞いた上でイレブンさんの考え方とか自分の人生に役立つなと思った方は、まあほとんどだと思いますけど、イレブンさんの放送フォローしておいてください。それでは次はイレブンさんの放送でお待ちしてます。